長野県第1区は、かつて存在した、衆議院の選挙区。1947年の第23回衆議院議員、総選挙から設置された。廃止島で定数は3。自治体の名称は、第40回衆議院議員総選挙時点のものである。1950年公職選挙法施行当時の区域は、以下のようである。 第40回衆議院議員総選挙7月18日執行、当日有権者数45万3758人、投票率76.24%第39回衆議院議員総選挙2月18日執行、当日有権者数43万7321人、投票率80.12%第38回衆議院議員。 総選挙7月6日、執行当日有権者数、42万3982人、投票率 79.、79.32%第37回衆議院議員。総選挙12月18日執行当日、有権者数、41万5885人、投票率 76.、76.01%第36回衆議院議員。 総選挙6月22日執行当日有権者数40万4618人投票率78.06%第35回衆議院議員総選挙10月7日執行当日有権者数40万2046人投票率72.29%第34回衆議院議員総選挙12月5日 執行当日有権者数、39万2644人、投票率 82.、82.48%第33回衆議院議員、総選挙12月10日執行当日有権者数、37万9098人、投票率 77.、77.67%第32回衆議院議員、総選挙12月27日執行当日、有権者数、 36万2822人、投票率75.70%第31回衆議院議員、総選挙1月29日執行当日有権者数、325。290人投票率80.88%第30回衆議院議員総選挙11月21日執行、当日有権者数。 31万6673人、投票率 80.、80.91%第29回衆議院議員。総選挙11月20日執行当日有権者数、30万7535人、投票率 80.、80.83%第28回衆議院議員。総選挙5月22日執行当日有権者数、30万9684人、投票率。 85.04%第27回衆議院議員総選挙2月27日執行、当日有権者数30万4213人、投票率84.73%。第26回衆議院議員総選挙4月19日執行、当日有権者数29万9550人、投票率。 80.19%第25回衆議院議員。総選挙10月1日執行当日有権者数。30万8525人。投票率 79.。79.06%第24回衆議院議員。総選挙1月23日執行当日。有権者数。28万8437人。 投票率 79.、79.29%第23回衆議院議員総選挙4月25日執行、当日有権者数、29万949人、投票率 71.、71.02%。ありがとうございます。